みなさんこんにちは、しおりめチャンネルのしほです。はい、ということで今回はサムネイルにある通りですね、スカートスカートをね、サムネイルだけじゃわかんないじゃない、わかんないかな。このスカートね、私すごいお気に入りで、家にある中で一番お気に入りだったスカートなんですけど、このスカートでね自転車に漕いでたんです。そしたらちょっと自転車にね絡まってしまって、スカートが切れてしまいました。ガガーンだね。あれがすごく最悪、結構切れたよね。それでだから本当にねすごいお気に入りだったの。もう迷ったら絶対このスカートだった。あ、そういう動画撮ったよね。本当にさ、このスカート好きすぎてやばかったのにさ、ちょっと切れ具合をちょっと思い出として、なんか後ろだったよね。後ろ一見ね分かんないんだけど、よく見ると分かるんだよね。すごいヒラヒラしてるスカートだから、言われなきゃ多分分かんないかなっていう感じなんですけど。そうなんですよ。でも実際見ると結構切れてるんです。こう入ってたからこっちだね、そうだから友達と遊んでる、あったそこだ。友達と遊んでる時も、なんか引っかかっちゃったって終わったんです、友達にも何も言われずに、もう家に帰ってきて切れてるかなって見たの。そしたら切れてて、こんな感じでさ、おー結構切れてるよね。結構切れてるよね。ここを切れちゃって、でね、もう最悪と思ってこうなっちゃえばいける気がする、ね、とりあえずちょっとママがささっと一回縫ってみて、まあそれなら、あんま今も目立ってないから、別にこのままでも履けるっちゃ履けるのよ、そうそう、別にね下の方だから、別に何が見えるわけでもないし、そうそう、別に大丈夫だ、大丈夫なんだけど、やっぱちょっとね気になる、知ってる人から見るとなんか抜いてるのにってなっちゃうから、ちょっと縫ってみてどれだけ目立たないかだね。だよね。まあでもね、せっかくお気に入りなので、ちょっと縫ってでも履いていきましょう。はい、履きます。はい、ということでね、皆さんもねちょっと注意してくださいという動画ですね。動画ですね。まさかね、自転車はね友達もなってた子いて、あ、そっか、そう、うんうん、そう、汚れちゃってて、その子は切れたとかじゃなくて汚れてて、あ、そうなんだ、自転車のさ、あ、黒いところ真っ黒くなっちゃってスカートが、お母さんに怒られるなってずっとへこんでて自転車をねロングスカートで走るのはやめましょう。本当普通はしないと思うけどね、みんなね。もう本当にやめましょうということでした。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。私もねこの切れたことからね、もうロングスカートではね、自転車乗らないと、はい、危ないしね。もしそれで自転車が倒れちゃったらさ、こうやばいしね、車道とかにさ、キャーとか言ってさ、とか倒れたらね、引っかかって。はい、バイバーイ。気をつけましょう。